どうも、なおちんです。さあ、今日もファイアーエンブレム無双をやっていきましょう。今日は、シークレットキャラクターがついに出てきてくれました。使っていきましょう。シークレットはね、いるだろうなと思ってたら、やっぱり、いましたね。このキャラクターです。レアですね。レアは特殊なキャラクターで、職業がオリジナルのものを持ってます。聖者ですね。入手の時からレベルは50。で、聖者は覚えてる状態でした。どんな感じなんだろうね。ステータスもかなり高めのキャラクターなので、おそらくむちゃくちゃ強いと思われます。では、使ってみましょう。それでは、レアの装備ですね。最初からこの2つを持っております。セイロスの剣とセイロスの盾だね。能力がね、まずやばいですね。与えたダメージに応じて HP が回復。HP 吸収がついてますね。これはやばい。そしてセイロスの盾が魔物からのダメージ半減と HP が一定時間ごとに大きく回復。これはなかなかやばいキャラクターになりそうですね。それではレア使っていきましょうか。動き早いね。歩兵なのにかなり早いですね。さすが。オリジナル職業は違うぜ。お、ちょっと待って。回復量が半端じゃなくない？ギュンギュン回復する。こんな回復するの？これは死なないね。これ間違いなく死なないやつだな。これは強い。チャージ1から見ましょうか。チャージ1が、なぎ払いね。はいはい。あ、で、ためが効きますね。わおものすごいキル。ものすごい連撃が出ます。チャージ1やばい。で、チャージ2が、おい、はい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 。打ち上げからの、地属性の魔法か。なるほど。あ、打ち上げ終わった後からも、追撃でチャージ1が出ますね。おお、貯めれるのかい。で、しかもなんか、待って、炎属性になってる。貯めると炎属性になる、追撃を。ちょっと待って。氷属性？これ、いろんな属性ができる？もしや。多分ね、チャージ攻撃によって属性が違うんだろうね。出る属性が。チャージ1の時は石が出て地属性だね。で、貯めると炎属性になる。で、チャージ3がなんか氷属性だ。チャージ3が氷属性になりますね。で、この追撃のためは確実に炎属性だね。で、チャージ3の時にたまに氷属性が出るっていう感じですね。チャージ4は、おーいチャージ4が風属性だ。これ全部出るわ。マジか。すごくない？これのキャラやばい。じゃあチャージ5いきましょうか。わお。あ、チャージ4が見てなかったか。いや、チャージ4はこれか。わお、すごい。チャージ5がかっこよすぎる。あ、で、なんかね、魔法が出るときと出ないときがあるな。さっきこれ風魔法が出たんだけど、出るとき出ないときがあるみたいですね。まあ、なんか法則があるのかな。で、チャージ6。
おお、チャージ6突進攻撃やばい。おい、で貯めてさらにこれは強い。チャージ7見ましょう。おおすげえ、何3000とか回復するじゃん。いやこれ笑えるわ。他のキャラがもう全然雑魚に見えるぐらい強すぎるじゃん。何このキャラクター、とてもやばいやつですね。で無双が、あードラゴンブレス、とんでもない範囲だ。あ、で特殊技なんだ。特殊技が、おドラゴン召喚。あ、これなんかあれだね、ワンピース無双でこれ見たことあると、カイドウの技だ。すっごいキャラクターですね。むちゃくちゃ強い。わけわからんぐらい強いキャラクターがシークレットで隠れてましたね。こいつは本当に強い。いやー、完全にアウトなキャラクターでしたね。むちゃくちゃ強かった。やばすぎる。もうチートキャラっていうのはこのことっていうぐらいのキャラクターでしたね。で、入手方法ですけども、めちゃくちゃ簡単です。誰でも入手することができます。この実質メニューを開いてください。そして、名声値の交換ですね。そして、キャラクターの解放。これを選んでください。そうすると、さっきのキャラクターがいますので、解放することができます。で、解放条件っていうのもありまして、解放条件は、一周クリアすることです。一周全クリをするのが、解放条件となっております。まあ一周するのに、そうですね。まあ長くても20時間ぐらいあれば一周できると思うので、俺はどんくらいだったかな ?12、3時間で一周したかな。うん。なので、結構簡単に解放できますので、やってみてください。解放条件は、一周クリアをするということですね。ぜひ皆さん使ってみてください。めちゃくちゃやばいキャラクターでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。